穴薬師古墳は、茨城県佐島郡五家町川妻にある古墳。形状は円墳。茨城県指定史跡に指定されている。茨城県西部、利根川、権限道川に挟まれた、中石地に築造された古墳である。石室内にはかつて近藤製の薬師像が安置されていたという。利根川寿司では、隠れ前腕の伝説が紹介されているほか、 1966年には発掘調査が実施されている。墳景は円形で直径30メートル、高さ4メートルを測る。墳球周囲には幅5メートルの集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、複質構造の横穴式石室で南東方向に開港する。線上の軽石を積み上げて構築され、奥壁には、 五輪塔を思わせる板状の石を当てるなど得意な石室として注目される。築造時期は古墳時代後期、または終末期頃と推定される。古墳域は1971年に茨城県指定史跡に指定された。現在では石室内への立ち入りは制限されている。本古墳の北の川寺には薬師如来像が安置されており、 本古墳の薬師信仰との関連性を指摘する説がある。石室開口部主体部の埋葬施設としては、横穴式石室が構築されており、南東方向に開口する。原室、前室、沿道からなる複室構造の石室である。石室の規模は次の通り。石室は下段に約30センチメートルの自然石を並べ、その上に、 線上に成形した軽石をレンガ積みすることで構築される。原質と前質の間では両側に幅約3 0トル厚さ約1 0トル高さ1 5ルの石柱を建て前質と沿道の間でも両側に同様の障壁を建てる。石室の平面型は銅張りで側壁は内側に湾曲する。また奥壁には 五輪塔を思わせる板状の石が当てられる。石室内からは公安四年目の板火が発見されているほか、かつては混同性の薬師像が安置されていたという。ありがとうございます。